俺はその場で辞表って書いて、上司そのまま持って行って、これから僕は人の名前を変えて世界を変えますって言って。人は誰もが弱い、ネガティブ、疲れる、その仕組みとかメカニズムがすごく研究できたので、はい、フジテレビ清水俊弘のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターも書道家で現代アーティストの武田双雲さん。前編ではつまらないと感じる時間をいかに少なくするか、どうしたら迷いなく仕事に打ち込めるかなど、今すぐ実践できる思考法を惜しみなくお話しいただきました。後編では武田さんになぜ出会いや幸せが毎日訪れるようになったのか、子供時代から今までをライフチャートを使って聞いていきます。ここからはライフチャートを使ってお話を伺えればと思うんですが、ライフチャートとはこれまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、さすが書道家で現代アーティスト武田さんのライフチャートはいつもと一味も二味も違って力強い線で描かれていますね。マイナスの時期が2度もあるのが少し意外ですが、一体何があったのでしょうか。本当に過保にしたいぐらいの、こんなにもストログラフで勢いがマッキーある、はい、あマッキー、いやいやもうこれうちのこんな見たことないですからね。武田双雲さんにこんなマッキー割ってたら怒られそうだけど、それを喜んでもらえるっていうのがこれたまんなかったですよこれでどう書くかみたいな子供時代っていうのはどんな感じのお子さんだったんですか。僕は長男で、はい、生まれた時に両親が勘違いして、はい、バーって光っとると思ったらしいですよ、はい、でこの子は人間じゃないみたいな思っちゃって、はい、ひたすら感動して育てられたんですよ。だから怒られたこともないし、はい、将来のこととか人間と比較するレベルではないと思ってるから、比較されたことがないんですよ。近所の子は勉強ができるとか、どうとか全く将来どうするとかなんて、うん、俺が何やっても父ちゃんと母ちゃんバー天才バイバーこれそこがしか言わないんですよ。学校の成績とか評価とか一切うちの父ちゃん母ちゃん関係ないです、はい、独立したもので僕を今でも見てるから、優越感とか劣等感が全く育たない、はい、人と比べられないから、自分が人と比べ方が分かんない、何だろうみんな何やってんだろうみたいな感じで、だからいいんですよ、神様みたいな育てられるんですから。ご兄弟は、まあ、下2人います、はい、下2人はそんな感じでは育てられてないんですか。僕だけエコひいきなんですよ。それはもう本当に輝くものがあったんですよ ね、 そうですね。書道もその頃からやれたんですね。そうですね、3歳ぐらいから。お母様が書道教室をやられていて、はい、それも書けば褒められるみたいな感じだったんですか。いや書道に関しては絶対褒めなかったですね。一画目からもそれは違う、止め方が違う、甘かった、目の位置とこれ何ショットでもう一回書いて、もう一画だけで全否定ですもん。そこは厳しかったですよ。でも僕も否定してるわけじゃないから。なるほど。ちょっとお笑い入ってるんで、はいはい、ほらそこお尻プーテーとか言うんですよ。苦笑しながら書いてるんでネガティブにならなかった。だから天才的ですね母親は。へー、教え方うまかったですね。お尻プーってのは言わないですよね。そうです、書道の途中でめちゃくちゃなんですけど、厳しいんだけど全然嫌にならなかったですね。将来書道家になろうみたいなのって子供の時にあったり。いやいや1ミリもお互い親も思ってなくて、たまたま母ちゃんが書道にドハマりしたんですよ、はいはい、うん、こんな面白いことはにゃーってなって、うんうんうん、ひたすら僕に教えてくれたっていうの。そんな楽しい子供時代からそもそもマイナス時代があるんだっていう感じですけど、これはどんな。これ小学5年生あたりから暗雲が立ち込めるんですよね、はいはいはい、僕昭和50年生まれなんですけど、ヤンキー時代が来るんですよ、はい、ビーバップハイスクールとか、はい、仲間勝つわみたいなのが来て、はいはい、みんなどんどんボンタンとか、はいはい、こうなってくるんですよ、うん、で悪がモテるようになっちゃって、俺みたいに明るくウェーイみたいなやつは無視されるようになって、はい、なるほど。小学校低学年ぐらいまではいけたんですけど、俺の時代終わって絶滅危惧種になって悪いやつとかがモテるようになって、はい、あいつつまんねえよ連れてくるなみたいな、無視された時代が中学校ぐらいから始まって、で大学ですね、大学行って熊本から離れて東京理科大学っていうとこ行ったんですけど、はい、気の合う友達ができたんですよ。初めて友達ができて、あ中学高校では周りヤンキーだからあんまり仲良くなれないし、そうだったのが意外と一緒にいて笑ってくれる仲間とか彼女ができて、初めてここで人生毎日がパラダイスみたいになって、うん、それがここら辺ですからもう、はい、これね、うん、そっからさらに急カーブをして上がっていくっていうのはこういってそのまま就職して、はい、ちょっと下がるんですよね。ちょっとだけちょっと落ち着いて、はい、インターネット革命起きちゃったんですよ。あその頃、はい、たまたま IT 研究してたので、はい、医科大の情報科学科って IT 研究で、はい、僕は暗号通信のアルゴリズムの研究だったんですね、はい、で RSA っていうのを研究してインターネットやばいで NTT 入って、さらにインターネットやばい、でもみんな気づいてないやべえぞと、はい、でそれでちょっと興奮したんですよ。まあでも怒られてるんですけどね、ちょっと怒られながらいろいろやらかしていっぱい怒られて、でやめてしまいっつってやめて、はい、やめてからダーっていくんですけど、はい、上りちょっと行ったんだけど、はい、ここで批判が来て、はい、ボコボコに自信を失った後に病気をしたんです。もうエネルギーもなくなって、うん、丸くなっちゃって、たらなんかそこから力抜けて浮上してきて、はい、今ウーみたいな感じで世界に羽ばたきますみたいな、毎日がパラダイスなんか言ってました。
はい、NTT のサラリーマン時代っていうのは大きな企業で組織人として、はい、フジテレビと比べるときっとガチガチかなというイメージが、もっと全然固いと思います、はい、そこは入る前段階では企業に属するということは大丈夫だったんですか。人に言えないぐらいひどいやつだったっていうか、はいはい、空気が全く読めないんで、みんなが就職活動就職奨学金っていうのも知らなかったし、はい、みんなが終わった頃に麻雀してる時に、はい、大地って本名言うんですけど、はい、大地何してる、どこに就職決まったのっていうか、はい、就職って何って言ってはい、はい、やばくねっつって、何がやばいのか分かんないままみんな、いやマジで就職してないのみたいな感じで、うん、えってなって、うん、研究所の先生に言ったら、はい、面白いね武田君は相変わらずおひょひょひょって白髪の、ね、爆発したみたいな先生なんですけど、はい、その先生に、はい、君は体も態度も大きいから大きい会社に推薦しとくよって言われて、ほんで NTT に、はい、でインターネットこれから来るっていうのもあるし、圧迫面接だったんですけど、はい、圧力かけて面接だけど全然空気読めないから、はい、大丈夫ですか、そのもうちょっと柔らかくいかないと人生楽しくないですよみたいなこと言うんですよ面接会人事に NTT の社長の名前言えとか、はい、これからどうすんだっつって、はい、圧迫面接だから演技でやってるんだけど、はい、大丈夫ですか精神状態明るくいきましょう、僕はじゃあ NTT を明るくします、楽しい世界に帰りますから休んでくださいって言ったらそこも戸惑っちゃって、後でその人と会ったんですよ、合格したと、はい、飲み会で、うん、新入生歓迎、はい、何万人見てきたけどお前一番おもろかったよ先輩が言ってくれて、その2年ぐらいして辞めちゃうんですけど、はい、そっから本当暴れまくってました。暴れることはできたんですか、真面目な人たちがインフラを守るんだ作業をしなきゃ人が多分多いかなと思うんですけど、いらんことをいろいろいっぱいやってたらバカにされたり、はい、何してんだって言われるんだけど、うん、その中に一個メモ書きを文化を筆に変えるみたいな、ちょっとにハマってたんで、はいはい、みんな普通にペンでやるって言うんで、うん、電話取りながら、うん、新人なんでパッて電話取んなきゃいけないんです、はい、はい、なんとか営業でございます、はい、ただいま出かけておりまして後でご伝言を伝えますっていう時に、はい、もうその間にスミスってるんですよ、ちっちゃいスズリ買ってきて手が中にこすって買ってきたわしに、うん、課長、何々様にお電話でございますみたいな、ございますも、はい、すごいございますなんですよ、変態かなって言うんですけど、上司に出したらお前読めねえよって言われて、はい、まあ、怒られたんですけど、その時はこの企画は失敗だと思ってたんですけど、うん、他の部署に噂が広がって、うん、武田君なんて先輩の女性たちが来て、はい、私の書いてよなんて、うん、で書いてるうちにある日女性が泣いてくれて感動して、僕が書いた名前に嫌いだった名前が好きになれた、俺はその場で辞表って書いて上司そのまま持って行って、これから僕は人の名前を書いて世界を変えますって言って、世界を変えますってどういうことだって言われて、はい、大丈夫です、みんな名前持ってるんで、もうアフリカ人も名前持ってるしインド人も持ってるし、ね、みんなの世界中の名前書いて世界を変えます、ありがとうございましたって言って、バカお前そんな簡単にやめれないでって半年くらいかけてやめました。でもこのライフチャート、この線も含めて字とか線とかが人を感動させる、まさに本当にこれ見てるとずっと眺めてたいなっていうぐらいのお筋じゃなく本当に思うんですけど、字で人を感動させるってどういうことっていうのに答えがあるのか分かんないんですけど、確かに、いや僕も今でも分かってないんだけど、なぜか泣いてしまうんで、はい、そうですよね、やってるうちに成田空港でこうやってやった時に外国人が突然車椅子の方が立っちゃって、はい、クララが立ったみたいな泣いてるんですよ、僕の作品見たら、わって、はい、でそういう経験があって、あ俺やべえかもってなって、ストリートでもそういうことが起きたり、はい、不思議な経験がたくさんあるんですよね、うん、筆持つと雨が止んだりとか、はい、だからみんな、おおマジかとか、でもいろんな変な奇跡が重なって、理由は分かんないけど、どうやら俺は天才だってことが分かってきて、はい、天才っていうのは人より優れてるっていうんじゃなくて、はい、うん、どうもこう天の神様に好かれちゃってるぞと、ほんで書道を通して世界を楽しませるっていうビジョンを持つようになったんですよ、レベルは全然違うんですけど、電話かかってきてメモを付箋に書くときには僕いつもちょっとだけ絵描くんですよで絵全然うまくないです、別に大丈夫、味があるってだけは言われてて、はいはい、それ書いていつもやってたら、この間やめちゃったショモさんが僕の付箋全部取ってくれてて、嘘、はい、実はこれもう嬉しくて毎回捨てられなくて取ってたんだって、ちょっと、はい、この俺のエピソードにかぶせてきたの初めてそうですまさかのいや全然レベル違うんですけど、でもそれはただね嬉しかったっていう、でも最初ね、ただメモを書くだけじゃ、うん、僕もつまんないし、もらう方もどんな嫌だったんですか、あ、いや本当に全然、ちょっと見たい方もいる、はい、もうなんか全然本当に下手なんですけどいやいやいや本当にザザッと、はい、あ、これ僕への手紙ですか、あ、これ僕そうなんです、はい、本当だ、はい、これいいんですか見せて、あ、はい、大丈夫です、これね、これ同じ二度と書けないぐらい下手なんですよ、いや、なんとなく似てるけど、なんかこう好きかも、取っとくかも本当ですか、確かに、はい、ちょっと感動してしまいました、あ、本当ですか、うん、でもそうやってこう人を喜ばしたりとか、別にメモだけでいいんだけど、ちょっと違うことやるって大事だなって今エピソード聞きながら本当思ったんで、いや、すごいな書道家を手書きで感動させようとするこのスタッフの心意気がすごいなと思っていいわ、下手でもできるっていうことを伝えられたらなと思って、はい、逆にうますぎたらうまいしか伝わらないですからね、なるほどなるほど、そうなんですよ、うまいって思ったら負けなんですよ、
歌もそうじゃないですか、はい、うまいって思ったらそれで終わりじゃないですか、感動させることの方が重要じゃないですか、はい、でも落ち込んだ後はヒルヒル登ってったっておっしゃってましたけど、この頃っていうのは悩んだり辛かったり、まさに全部に消極的になります、もう何でもやっても疲れるし、自信がないから何やっても楽しめないし、重荷だし、うん、びっくりするネガティブで、ここでポジティブの教科書が出るんです、なるほど、やっとネガティブの人の気持ちがすっげー分かって、僕ね胆のの病気だったんですけど、油物が食べちゃダメって言われてた時期があって、はい、とにかく肉も食べれない、わかめとかばっか食べてたんですよ、納豆とか、うん、で肉が食べたいしでも食べれないっていう時に、ファミリーレストランで僕はお粥しか頼めない、お粥頼んだら80代ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんたちがバリバリハンバーグとかステーキ食べてるんですよ、うん、心から嫉妬ですよ、うんうん、30代の俺が80代の方々に心から嫉妬するっていう、なるほど、もう闇ですよね、もう子供の時でさえ比べられたことないのに70代80代ってことで比べて、俺は食べれないとか比べる人生になっちゃった、もう劣等感ですよ、なんで健康に俺はなれないんだっていう、ここはだから暗黒っちゃ暗黒ですね、うんうん、ポジティブの教科書の中にも当時100歳だった日野原さん、もう全然疲れないとかね、みんな疲れないって言って自分は疲れてて、なんでだろうっていうふうに思ったみたいなのが意外だなと思いながら、今思うとこれがあったからメカニズムが分かりやすいっていうか、人は誰もが弱い、ネガティブ、疲れる、その仕組みとかメカニズムがすごく研究できたので、はい、今思えばものすごくいい期間ですよね、これがなかったら多分分かってないので、これ本当にぐーっと登ってきて、で今楽しくて、さらにこういうことが楽しくなってきたとか何かあるんですか？そうですですね、面白いのがだんだん何が楽しいか消えていくんですよ、なるほど、はい、楽しいが安定してきてるっていうか、うん、条件が関係なくなってきたんで、どこいても誰といても、はい、一人でいても変わらなく楽しめるようになってきたので、うん、そういう意味ですごく心が穏やかで安定してるっていうのはありますね、うん、でもちろんこれから刺激的なことはいっぱい海外もあるし、はい、多分未体験ゾーンにどんどん入っていくんで、うん、もちろん自分にとっても心からワクワクするようなこともたくさん起こるんだけども、まあ、それと同じぐらい例えば家族とのいつもの時間とか、うん、何気ない歯磨きとかをすごく楽しめるようになりました、うん、未来に向けて何々しなきゃじゃなくて、こういうことがきっと楽しいことに繋がっていくなみたいなところが、来る前にもずっと楽しいの漢字の語源みたいなのを聞いててすごい面白いなと思ったんですけど、あどういう語源でしたっけ？楽しいの次元ですね、字の源なんですけど、はい、楽しいっていうのはここにヒゲがピヨピヨついてるんですけど、はい、あのピヨピヨはもともとは象形文字だと鈴なんです、はい、だからもともとあれ楽しいっていうのは祭りの中で収穫祭なのか感謝祭なのか、みんながシャンシャンシャンって音楽を鳴らしながら楽しんでる様子なんですよね、だから神様を喜ばせようとしてるのか、もしかしたら深く読むと、なぜか人間っていうのは祭りを覚えて、どの人種にも祭りで残ってるんだけど、うん、祭りを覚えると楽しむじゃないですか、人はすると多分リセットされて運が良くなったと思うんですよ、うん、それで収穫が安定したりとか、はい、なぜかこの地球環境を乗り越えた歴史があって、だから人類は生き残ってきたんだと僕は逆説的に言っていて、はい、だから楽しいことをシャンシャンシャンってしてることが、うん、実は祭りによって宇宙の何か根源と一番つながってる状態じゃないかと思っているんですね、だから自分は常にできるだけ楽しいっていう状態を、リラックスという状態をキープしようとしてるんだと思う。楽しいというのは祭りであり、リラックスする、ね、感謝っていうことなんですね。そうですね、本当の意味での感謝、リラックス、完全にシームレスになっている状態、大きな流れと一体化して循環しているっていう状態にだいぶ近づいてきてる感じはします。そういう意味で言うと、楽しいことが見つからないとかいう相談って結構武田さんのところにもあるかなと思うんですけど、楽しいことが見つからないっていうのがそもそも問いとしてあんまり、そう、問いが間違ってて、自分を探して自分が見つかった人はいないし、はいはい、楽しいこと見つかったとしてもすぐいなくなっちゃうから、はい、楽しい状態が先なんですよ。例えばあられちゃんとかでも言うんだけど、あられちゃんの歌ってどんなことが起こるかなっていうじゃないですか、はい、何も起こってないじゃないですか、はい、どんなことが起こるかなっていうのをあられちゃんが楽しそうに言うから楽しいわけで、はいはい、あれが例えば暗い顔でどんなことが起こるかなって言ったらもう楽しくなくなってくるんですね。つまり状況とか条件と出会う、ミーティングする前の心の状態、表情が現実を決めているっていうことがあるので、楽しい状態を作ってから神羅万象と触れるっていう、この順番を変えただけなんです。なるほど。これを丁寧にやるとこうなるよっていうことを、これからずっと僕はあまりにもそれに感動しているので、この宇宙の仕組みに感動しているので、これを世界中に伝えたいって思ってたら、まあ同じような人がやってきたので今ここにいるという感じです。ありがとうございます。仕事が楽しくないから新しい仕事を探そう、楽しい仕事を探そうっていう人は、正直楽しい仕事ってのは永久に見つからない可能性があるわけですね。最高のパートナーを見つけようとして見つかった人いないと思うんで。なるほど。最高のパートナーだと思うと、その人も好きで好きでしょうがなくなるわけですもんね。そうなんですよ。本当にこの勢いのある線の中からどうやって今の武田総務さんが出来上がったか、よく分かるグラフでした。ここまで本当にいろいろ面白いお話をたくさん聞いてきたんですけど、武田総務さんが仕事をする上で一番大事にしていることっていうのは
何になりますか。はい、何回もかぶっちゃうんですけど楽しむことなんです、ね、僕らってすごく楽しい時間ってどういう時かっていうと、例えばものすごい大好きな食べ物を食べてる時ってすごい楽しいじゃないですか、うん、はい、NT 時代にあるおじさんがいつも機嫌悪かったのに、僕ビール飲めないんですけど、うん、ビール飲む時だけ千の力ぐらい見るんですよ、まず色とかこう、はい、だけどお前飲めないのか、かわいそうな、お前これのために生きてんだよなっつって、うん、どう色ゴールドゾーンなんつって、はい、ガーって飲んでさ、よくあるほら、カー俺うめえなみたいなこと言うじゃないですか、はい、あれがすごい衝撃的だったんですよ、はい、あんなつまんなそうなおじさんが最高峰の地獄を今ビールに感じてるじゃないですか、あ味わい尽くしてるでしょ、はい、このビールの味とか泡とか見た目とかも、はい、茶道に近いぐらいのリキューレベルで味わってるわけですよ、はい、これが僕結構衝撃的で、うん、これを全部にできないかみたいな、できるだけこのマッキーを味わうように使えないかことなんですよね、はい、これをいつも大事にしてます。どんな仕事でも、仕事じゃなくても、はい、味わうに近いかも、楽しいよりも大好きなものを、例えば温泉入るときにあーって僕が言うじゃないですか、あれって全身で味わおうとしてますよね、はいはい、あれですね、あの所作を世界中に広げたいっていうか、今日お話聞きながら全身で武田総務さんの話を味わったなって本当に思うので、見てる方も同じことを思ってくださったらいいなと、はい、思います。本日は本当に貴重な話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。今回の学び、辛いなどネガティブな感情になるメカニズムを知ることで前向きになれる、リラックスして大きな流れと一体の状態にすれば物事に触れた時の楽しさが生まれる、全てのことを全身で味わおうとする、すると好きになれるきっかけが生まれる、いつも楽しんでいる武田さんの言葉には周りの人を前向きに変えるパワーがありますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは様々な仕事好きな皆さんから仕事に役立つ思考法を伺っています。動画が面白いと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価の方をぜひよろしくお願いします。